今日の御言葉、ルカの福音書4章2節から4節。40日間悪魔の試みを受けられた。その間イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。イエス様は30歳から公生涯、公のミニストリーへと入られます。その先駆けとしてまず荒野に行って悪魔からの試みを受けられました。イエス様は40日間何も食べられませんでした。イエス様の空腹状態は極限まで達しました。そこで悪魔が誘惑します。あなたは神の子だ、だからその力を使ってここにある石をパンにしたらいいんじゃないか、そしたらあなたのその空腹は満たされるんだ、このように誘惑します。そしてイエス様は御言葉によってこの誘惑に立ち向かわれます。人はパンだけで生きるのではない。イエス様は一つ目の悪魔からの誘惑に勝利しました。ここから分かることは、悪魔という存在は私たちの長所、特技を誘惑してきます。どのように誘惑してくるのか、その長所、特技を使って自分自身を満たすように誘惑してきます。イエス様は神様の子供、また神様そのものです。イエス様は何でもすることが可能です。ですからイエス様はいとも簡単に石ころをパンに変えることができます。悪魔はその神の力を使って自分自身を満たすように仕向けました。本来神の子としての力、神様の力というのは自分自身を満たすためのものではなく、他の人々を満たすために、愛するための力です。決して自分自身のための力ではありません。ですからイエス様の持っておられた力は、人々に対して用いられた時に本当の意味が生まれます。悪魔はその神の力を誘惑したんです。これは私たちにも当てはまります。悪魔は私たちの長所、特技を誘惑してきます。どのように誘惑してくるのか、それを使って自分自身を満たすように誘惑してきます。もしその誘惑に乗ってしまったら、人は傲慢になります。自分の長所、特技によって自分が満たされるんですから。へへん、俺ってすごいだろうとなりますよね。こうなってしまえば悪魔の思うツボなんです。神様は私たちに長所、特技を与えてくださっています。それは人々を愛するために与えられているものです。人々に仕えるために神様から与えられたものです。決して自分自身のために使う目的で与えられているものではありません。あなたの長所は何でしょうか？あなたの特技は何でしょうか？またそれをどのようにあなたは用いているでしょうか？自分自身ではなくて他者にフォーカスを当てましょう。神様はそのように願っておられます。もし悪魔から誘惑が来たのであれば、御言葉を宣言していきましょう。御言葉は剣ですから、御言葉を宣言することによって悪魔の誘惑に勝利することができます。神様はあなたが自分に与えられた賜物を用いて人々に仕えることを願っておられます。 All for Jesus。